なんだこれハートなんか降ってくるハートみたいなありがとうございますにじろうのさゆりもありがとうございます今日の声も素敵だったありがとう久々にスコイン楽しかったです何何エフェクトかな <laughs> エフェクトギフト何これなんか熊の中に何か入ってるやつもありがとう 不思議なエフェクトだぜ、ギフトだぜ。うん、ウルカムコント、マジ。<laughs> ガチじゃん。眠気吹っ飛んだ。うえ、好きじゃん。こはこと。毎日ごめん、お疲れ様です。ありがとうございます。なんかわからないエフェクト、ありが。 イエスターありがとう、きのこありがとうございます。ごめんお疲れ様でした。かゆびねありがとう、こちらこそ。嬉しかったよ。感想を書いてみたら、何か知らない人。おーお疲れ様。え、ね、楽しかった。こコハム楽しかったよ。おめでないと思った。部屋の中は寒くないです。けど、あのレッスン レッスンてかレッスン着をまだ半袖にしてるのでこの下が半袖なので半袖は違うなと思ってパーカーをまだ着ているだけです <laughs>。中は寒くない。きのこありがとうございます。<laughs> 配信ないえでこうやっ3回前で <laughs>。やば。すごいめっちゃ荒いてる。劇場の女ですね。配信より。<laughs> ハートありがとうございます。<laughs> 結婚して。 あ、クーーです今月初配信です今月言ってたもまは7日とかですからね13時にありがとう土曜日と火曜日ねっありがとうーあっイアニャンとお揃いの服の人そういう名前なんだ覚えたわ今日す <laughs> 覚えたわ火曜日ね めっちゃいい席だったねしかもありがとう姫さんの生誕っかわいかったねおしゃれなパーカーですか発行便ねあそうだ今日も送ろうと思って忘れてた明日送ろういい子やねありがとうお疲れありがとうございますえ今日誰誰の X に乗ってたコハ誰の X に乗ってた 入金忘れねえ入金忘れないで最近どの公園に入っても香るおもろいおもろい <laughs> そう言います一応 T シャツねありがとう可愛かったなんかメリーゴーランドありがとうございますケツうん います今月会えるあルーさんのも載ってたんいっぱい見たまあやっぱね多分久々だったから先輩も恋しかったんだと思う <laughs> あリーナさんも嬉しいえー、でも聞いてください今日みくるさんと写真撮って載せてくださいって言ったけど一人の写真が上がってた。 高ーコハートの写真が上がるかと思ったモテモテじゃない <laughs> モテモテだった <laughs> あでも写真撮った先輩は全員あげてくれてるかもじゃああとの先輩撮ってないので写真をだから写真撮って 先輩は全員あげてくれてるわ一発百中の女だ時間がない見に行きたいけど控えんだし平日だしい無理だった時間がないもでも割とまあいっぱい声はあるのでアンサムドにもおニコココ,コアハさん可愛い,いです 月はレッスンとかもうないね。あのもう概念が黄色の熊風船みたいなありがとう2日の日に気づいてくれたレスもこちらこそありがとう劇場公演こういう仲愛しているのでたくさん出てくれる子はめちゃめちゃ好感持てるいつもありがとういやー私もなんですよ劇場公演こういうな愛してるので偶然ですねキメさんはホグのスマホでしか撮ってないのでクルさん でも一人の写真上がってたねえ多分ここは求めて求められてた <laughs> 求められてた, <laughs> れてたクルさんと仲良しですよ <laughs> 名探偵クマみたいなあ違うキノコ持ったクマちゃんありがとうございます最高みたいな文字が流れてくるやつありがとうございますハハ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  イズポの隣だったら何か話したうんいずぽさんも仲良しなのでよく喋りますいずぽさんとも写真撮ったんですけどいずぽさんはメールに送ろうって写真撮った時に言ってくれてたので多分送ってくれると思います泉さん撮ってないね撮ってないけど話してよ話したけど撮ってないね こちらこそありがとう <coughs> このギフトマジで何ハートなのかななんかわからないけどありがとう <laughs> いい声ねありがとうケツまでさ点数にかけててなさめてあ,あじゃあ無理だね自粛ばらりたい <laughs> 2か月ぶりなの触れてる 3チーム全部出るけどどの曲やってるか一番楽しい分かんないんだよね、全部楽しいんだよな全部楽しいから分からないうん本当に分かんないかな元気もらってもお嬉しいゆずぽさんの方が高いんじゃない腰の ここはほんとおポップコーンなのこのギフト <laughs> ココハ本当しこちらこそありがとう可愛い,いありがとうございますなんかギフトありがとう昨日ありがとうこちらこそまあまあいい席だったねいい席にいる鉄な鉄なねちょっとマジであの頑張んないと結構やばくて <laughs> 割となんかず公演の日 でもう一日朝から晩まででそうなんですよで割と K2 シンポジやってたり制服のメモポジション安定しないので私それやってたりでなんか気づいたらもうこんな日になってて結構やばいんですよね <laughs> 本当にやる時間がなくてなんかもう無駄なことは一切してないんですけどとても。 公園の日でも深夜に振り起こしとかも挑戦してみたりしてるんですけど結 <laughs> 構てかもうやばすぎるのでなんかもうちょっと今日も割と配信しようか迷ったぐらいやばいんですけど <laughs> ちょっとなんかもういいも一,一部一部大富豪はやってくれてるんだありがとう。 年25うわめっちゃ見てくれてるありがとう久しぶりの子ねめっちゃいい席お疲れさまありがとう何でしょ似合いそうそういえば昨日いつくらいに見つかったのいつくらいだろう分かんないないつくらいだろうユニットに合わせないよここは匂わせないって有名だもんでこみつけてると見上げよく聞こえたよかった ピカなと予想してるけど当日が確かに予想大会しといて告白頑張ってる間にあ手伝ってくれるのありがとう臨場公演通ってる人のエクステッのために呼んでいつもバレないように待ってめっちゃ星でわかんないなハートありがとうございますあの頑張りすぎてないんだよねだからこんなヤバいんですけど <laughs> そう <laughs> 休んでんログアウトすおえぃぴえん。なんかギフトありがとうみおたんとの一夜一夜最高でしたみ <laughs> おたんねえ昨日の MC 見ましたなんか国販のこと好きすぎじゃない <laughs> なんか昨日 MC で妹にするならみたいな MC やっててでなんか一番最初にレナがみおさんのこと妹にしたいって言ってたからいやちょっと まあここのなのでなで無理だよみたいなそういう一連の流れをやってたんですよでなんかもうみんな言って終わろうとしたらなんかまだ曲いけないよみたいなこれ最初何のことか分かんなくてえどういうことだろうと思ったら「理由言って」みたいな <laughs> そう「ココハン」のこと好きすぎですね困った困った 困った,困ったでもここは別に妹にしたがったわけじゃなくてあの別に取られたくなかっただけなので妹にしたいとは思ってません手伝い日珍しく会社の人に誘われて野球見に行くから投げられなくてまたまた出ます <laughs> 頑張っちゃ性格いや頑張ってないからねもっと結婚してあんことありです さっき見えちゃんの配信の壇上にいた人だって遅れたもん、うん、明日は休みおっいいねわすしいいな目以外のユニットはねそう初アメピーそっか手伝ってるよね頑張ってありがとう心拍数ねつかめてきたけど今日がね違うポジションだったんですよ実はまあそんな変わんないんですけど どうしようかと、わっ。よろしく。それと、出ますよ。それは、それは、もちろん。好きすぎだと思うねー。わかる。いや、ねほら、みおさんファンがさ。みおさん、ここのこと好きすぎだと思うって言ってるから、多分、本当に好きすぎなんだと。思う楽しかった、M. C. だった、にゃん。嬉しい、にゃん。あずらかった。大泣き。 面白くてまとめ返えちゃった嬉しい面白い MC って最高じゃない西井美穂は同期でも数人にしか心を開いていないのに快挙ですね <laughs> ありがとうございますちょっと待っただったマジで DMM ぜひ登録してください不気なね山岡は,はまあまあまあ西井さんの所有権はここハディアンにあった実はね なんかギフトありがとうございます。せいじお前の全貌引きとたら、つな手綱もね、ちょっと。てつなね。てつね。はたありがとうございます。ウィンブルドみたいです。こんばんは。レンズコエル、ありがとう。十二で呼ばれなくて助かったやばい。流れ星、ありがとうございます。お久々じゃない久々すぎない。久々すぎない。 S S が主戦いやーなんかわかりませんねなんかすべてですね結構もう全部楽しくて全部心の底から楽しんでやってるからなあって感じです <laughs> まあ全部アンダーだしね福岡いいなローリーがいいのやったん積んでね 最近ちゃんのパフォーマンスに見入れられています。いいですね。<laughs> またミルトの話に行きます。おぜひぜひ何でも聞いてください。スノーボする気ままだってくさい。自粛しました。このクマさんの中にあ、これのことねポップコーンってさっき言ってたの。このこのなんかハートみたいなやつかとっ。クマさんのポップコーンありが ケやばもう109回言ってたよその間に初日絶対当てるもんね確かに確かにあ,ありがとうございますおめ11月30日,と12日おわ嬉しいあそうだなんかいつだっけな10完売ありがとうございますいつだっけな, <laughs> なんか最新のやつじゃなかった最新最新っていうか直近のやつじゃなかった直近の 直近である握手会トーク会の次の握手会完売ありがとうございます <laughs> 直近じゃなかったよね確か福岡行く前に今週の日をえー、広島いいなぁハート時2人です曲の振り新規で覚えるのと違う立ち位置いやーマジ新規立ち位置大丈夫ここはガーチ新規久々 ユアエスキ s ハツだよ初めて一緒に出ましたハートのやつこれポップコーンなの嘘広島のみんなとココハの話をよくしてますよくしてください話をする限り忘れないと思うので黄色のプーさんプーさんじゃない <laughs> プーが好きすぎるがゆえプー黄色のクマのプーさんありがとうございます完売心配してくれてた ありがとう12月1日やばないのあ初じゃない厳島神社穴子しいいねさつきの動画かわいかったっしょ最近ま触れなくてい,やいいですよクッキーな,のな毎日んの食さなありがとうそう完売ありがとうございます12月1日 ソロムトークで待ってます直近もいつまでかな結構まだもうちょいあるんですけどぜひ待ってます心配してもらえすくれない <laughs> 相変わらず可愛いこしてありがとう制服の面もね急先の一ポジやっ たりして結構大変な日々送ってましたね割と最近は。携帯通信プロジェクト制服の目久々木の人ポジやって間があんまりなくて手みも戻って S も久々で <laughs> 割と割と割とでした。 握手11月30日待ってますサプライズ楽しみいやもう充実しすぎてたな。序 <laughs> 電広島駅のにね気になる。ね何なにこんくから待って,待ってます制服の目で、ね、めっちゃ見やすいとこ行った。11月30日12月1日の握手まだあるなら購入しようかな。お話ししたくなった。あります ので来てください待ってますってや久すばさたらさらに可愛くなっていくこそありがとうダウトね確かにダウトの歌い始め結構好きですね私も <laughs> 制服の部分初めて声入ました正直国こ,こはのパフォーマンス最高でした そのコメントが最高ですありがとうございますあのい E 公演と「制服の目公演」が連続であったんですけど昨日おとといで2日連続見てくださってたあのテレビーあの取材とかあのしてらっしゃるこう関係者の方がいらっしゃるんですけど2日連続で見に来てくださってた方がいてあのすごく。 結構あのたくさん見に来てくださっててすごく目を引,き引くパフォーマンスって褒めていただけて成長もしてるねって言っていただけたのでとっても嬉しかったです <laughs> なんか大人の方に褒められることがないので嬉しかったですいやでも最近は本当に楽しくやらせていただいてますね他のことを思い出せない夜は一番お素敵今日入りたかった また来てね。スガキヤ食べに行くの？じゃあご飯の男にも来てくれるのでありがとう。パンも最高。それすごくわかる。<laughs> 嬉しい。見つかっちゃった。30けどいやー。もう来てくれるだけで嬉しい。ありがとう。そうだよね。そう、遅いんだよね。まで来てくれるだけで嬉しい。じゃないて8分まで入れない。やってことはここはなん来れないってことだよね。<laughs> 待って今間間違えた。登れすぎたわ。ごめんね。 8分遅いからねごめんね8級なんだよねここは嬉しい思い出じゃんどジェラシーが良すぎてうえうれしいパパも好き嬉しい,ーー嬉しいツーショット待ってるねお母さん褒められるの一番うえ優しい手綱もお楽しみにとまだ言えないんですが 言える余裕はまだないのですがちょっともうやばいんですけどちょっと頑張ってみます <laughs> ツーショットは6分だったかなと思います久しぶりに1個見たけどうんありがとう6分かな <laughs> やばすぎ悪臭初級部なの遅いんだよねもともと早い人だったんですけど6部ですね合ってました辻之介の曲はじゃあまあ出演した後に言いますね大丈夫 余計こないだの幕張、うえう、ー、れしい。そう言っていただけて、嬉しい。足安全の録部、そうでもね十二期の中では遅い方なんですよ。よ最終みんな早い部に固まってて、寂しい。<laughs> 隔離されてる十二期ちゃん。九部 <laughs> でも終年間に、おありがとね。てつなユニット予想大会じゃあ開いといてよ。なんかさハッシュタグ作ろうよ。 明日作ってさ盛り上げようよじゃあ明日が奥の子はえー、あ違うえう、ー、ん <coughs> ハッシュタグって半角入れれるんだっけ半角入れれないんだっけ11月16ありますか皆さんまあ出てないのかな8分8分会いに来てくれるのありがとうママ可愛いいよだったけど1日ありがとうでも今日もねそうありがとう言ってくれて

ミョスさんツーショットはね分かんない。なんか,かった気がするなぁ。キッチボイはでもどうだろう。トーク会の時とかは多分ギリ会えるかな。バーコード希望。他らに行ってないありがとう。これじゃあみんな。初めて聞く。う嬉しい。ありがとう。半角いけるじゃあこれで。 あのエクスポストしておいてください13日までに会って一人だけなってる未来が見えますイムルドン青12月7日 S うん出張公演あるんだ SK 劇場にも来ないかなあから関東で あちの子祈る、確かにただ単に見たいって思っただけ声も入りたい嬉しいぜひおいで選抜あオンラインの日か11月30日お待ってるよーおやすみかグローリー 一番好きなのはお母さんときょうかさんですありがとうバーコードキミちゃんでしょそっきみちゃんいないじゅごめんねじゃあこれちょっと見るの楽しみにしときます stiyu とコラボねなんかありそうだけど理想はチョコなんだ 予想大会とかって楽しいですからね確かに出演メンバーとか見てるとかもあるのかな久々すぎその金はお、えー、急に告白ねニコ生コラボとかあったらぜひ私を呼んでほしい14は名古屋行くのに聞き公なすとで悲しい 確かにね、なんか、名古屋行くときにちょうどあったら嬉しいよね。理想はウィンブルドンのピンク。え、なんか理想で可愛いの言ってもらえるんで結構嬉しいかも。ここは星でもあるから、君ちゃんいなくても全然こう行く人です。おっ、ぴピー。ここはさみてるだけで幸せ。嬉しいウィンブルドンのピンク。 レオナさんミキさんココハナアエピ許してないのよ照れてしまった照れたイーブルドの青ですねレオナちゃんセンターでココハちゃんとヒメタン両脇のアオエピルとバランスよいココハが本当の質で気づいたありがとうイーブルドの青葉です流れ星ありがとうございます公園行きたいぜひ ピンクはすでに予想から外していた <laughs>。衣装的には、ボカディアのワーゴードを見てみたい。何歳ですか何歳に見えますかすごいめっちゃ何歳ですかで、ね、おいちょっと何歳ですかで、ね、コメント荒らさないで <laughs>。何歳ですかで、ね、コメント荒らさないでください。見たいのはアメビ、多分グローリーと予想。なんての、角度行きです。結婚して。あことです。便乗しなーい。サンチャイも何個も打たない。 19、19、19。アメピー予想ですが。5時以上にしう。19、19、19。19 <laughs>、19, 19。<laughs> 懐かしい梅油はいいのよ。カラフルなポップコーン。ありがとうございます。 サールの予想はクルるみゆねちゃんまやてやばいまやてりさん久しぶりに聞いた <laughs> 死ぬまやてりさんにマジでここはとの出身 X にあげてよって言っといて <laughs> わ若いやばいから出身広島広島広島 <laughs> 広島広広島広島もう早く答えないと思う一っ広島広島 <laughs> どれやっても似合いそうだから 嬉しいどれやっても似合いそう嬉しい売りピヨー12月の握手までに一回おっぱいがいるお結構多分たくさんいるので確率高め X でもタグ判定あされてみたよかった飲みたい声やめて <laughs> あれね、シャッフル公演のさ先輩のグッズ多分もう無理か、もう無理なんですけどあれマジ可愛いですよねなんか、うえぇ、ー、うえってなるに、似合う、みたいな結婚して、あ、おかたです元気ですよあれはいいですよ、本当あれはいいですよあれはいいですよ <laughs> ありいですよえー、マジでここは結構選手権やったら上位取れるぐらいあの全,全チームの衣装似合うランキング上位入れるぐらいだと思ってます。やっぱあやっっぱぱこの人は チームなんとかの衣装が似合うねとか人もやっぱいるじゃないですかもう結構上位狙えるぐらいマリンティアンの血圧クスか <laughs> お尻さんのああ狙うのねメインの公演のあれだよねなんだっけ去年とかのチームライブのアクスタが多分あるからないんだよね多分 自分のチームのでもマリンさんいい、e、の衣装にやってたな今日伝えたそれ急いで草下げたって言ってた昨日いい <laughs>、e、のおいい、e、の衣装好き全チーム制覇してるからこそ見られてるし鉄な衣装も全部似合う クロスみたいそチームライブメイタンって似合ってお嬉しい超新のアメおっ好物なんですでもアメピは結構なんか手綱出るって決まる前から見たいってなんかユニットで見たいって言われるのが割とアメピぐらいかもしれない白の衣装似合う嬉しい 見合いたかったです。<laughs> 交換ブルーベリーの時の衣装うん、嬉しい。その頭に、絶対似合う。いいの。登場の時に黄色。うん、オープニングね。こっちゃん<何>。なにジャック。インブルド飲み見たいんです <laughs>。触れてもにわせ、触れなくてもにわせ。肌難しいぜ。<laughs> かっこいい系任されそうパフォーマンスのよさもあるからこそ「あーが見たい一番多いんじゃない今んとこ分かんないでも結構ばらけた印象かも予想雨の雨の 今日も楽しい1日です。いつから配信してないんだろう <laughs> ?「セッシュングローイング好き?」今日は結構横庭さんの衣装を着てたんですけどなので写真を撮って送りました横庭さんに「横庭さんの衣装着てます」って間撮ってばこ間やばい <laughs>。 マリ,ンさんね、マリンさんと出たいですね確かにジャック緑だったんですよ2回目だからチームの公演のイニットやりたい曲は S は「流星」と「エクスプロージョン」 K2 は、天性。で、E は、釘付け。と、星の雫。でーす。パンダのパズル。<laughs> パンダのパズルかわいい。コニアさん大好き。前回、前々回ぐらい。あ、見れてない。あ、大丈夫大丈夫。隣のミオちゃんと。なんか <laughs>、 昨日さっきのさんとお見送り隣だったんですけどあの一人のファンの方がイチャイチャしすぎみたいな言ってきたんですけどそ,のそしてない <laughs> してないしてないし,してないんですけどね <laughs> してないんですけどね8アンだ <laughs> エモエモだ今日マリンさん私しとってない ロジたいっしょタブレット。え、でも、まあ、タブレットじゃなくても、わかんない。大画面で見たかったら。<laughs> でも、テレビとかつなげれる系だったら、スマホ繋げるのもあり。可愛い系好きなの。釘付けが結構一番好きで。S は犬バスかと。お、S はね、流星ですね。横も見たい同感。 川行から星の静か。パンダの毛並み <laughs>。行った人、お友達 <laughs>、お友達、イチャイチャしてないよって言っといて。今日さんみたいにひっつかないですよね <laughs>。そうかなわからないな。あれが普通、いやーなんか、全然、二人の時に、イチャイチャしてるので、 みんなのメいィはしてないよっていう意味誰が言ったか分かる気がするえっ部屋の作品いいね三角チョコパイえそうカチカチでなんかカチカチにならないんだよね三角チョコパイって凍らせても結構食べれるぐらい <laughs> 流星マジやってみてガチよそうあ一緒に した方が見つけやすいかも <laughs> そんな感じです <laughs> なんか質問ありますかこの配信やってなかった期間でクッキークリームねここは食べないな 結構いや柔らかめ結婚してあ二人ですハロウィンンは何してたっけハロウィン何もしてないですよね多分美桜さんと言った気がするその日今日ハロウィンだねっていう話をした記憶があるので ででも何も何してないですね <laughs> 出るのは、まあ、11月になる直前とかかな久々配信です可愛い曲を期待していますミオたんとのイチャイチャちょっとお粗相してもらえたらしいです <laughs> 確かにちょっとはじゃあお粗相しますねエック X の背景は黒に設定してますコはちゃんの握手会はどんな感じですか どんな感じですか最近いさが綺麗になってきたのが伸びしきしてることはないですこれからおとしそうな先輩は <laughs> あのー、いないです初 <laughs> 耳にかえねえがおかまは楽しそう公演たくさん頑張ってますね岡野とは大丈夫ですか大丈夫ですさらちゃんセッタサイエットのメールグッときました出演できてよかったです 正直全体と思ってたうーん半々でしたサムニアンとユニクロのコラボあるんですかそれをぜひともゲットしたいところですその全体曲は何が好き「あいは君にあいは僕に」と「ラブリノベーションが」が割と最近好きになって です <laughs> 来て判断しろってことですねそういうことかもしれませんトリックアトリートおいでギューみたいな理想想像した, <laughs> 像した <laughs> かわいい予想長年ずつでっとなるすと夫婦間のある何でもない一日のみ和ちゃんだなエピソード <laughs> ちょっと結ばれちゃってるので服はどこで買うのうん決まってないですいちいないで言ってた人そのチェ会に来るよ <laughs> 怖い怖い <laughs> お母さんなくしか許されますありがとう三角チョコパイ昨日食べたすぎて朝の通学前にマックで買ってすぐ食べた早起き頑張った朝から早起きし食べるチョコパイは最高12期は一人での手伝い緊張する 仲良しの先輩がたくさんいるので緊張しないですカちゃんのメールは可愛い,いのも楽しいのも感動するのもあって幅広く楽しむ <laughs> いつも返信ありがとう父あすで初めて知ったのですが広島ではめっちゃ当たりもえです <laughs> 明後日から3泊の旅行なので準備してない自分に感想ください明後日か前日にしたら大丈夫 <laughs> 道で会って散歩してるワンちゃんが君飛び込んでくる感じだお前 <laughs> こそ <laughs> ありがとうまた来てねベストミュージックビデオえっそうなんだこれひらがなきやきのさ好きな曲あんだよねなんだっけ今僕が何よりも守りたい愛は君がくれたなんだっけ君に話しておきたいこと ミーパンの歌わりが好きですミノさんがサリギュアにかっよくお菓子をくれる姿を想像した <laughs> 素敵な想像配信長くしてくれるの嬉しいけどちゃんと出てね今日は寝る予定なので心配ありがとうミノさんのコンビニ名ありますか募集中ですお母さんの顔を見たからじゃないけどこのメイク食べたくなった土曜日食べに行こうとここはもうこのメイク寂しさに食べたいなお母さんの握手会は保有力がすごいらしいです 大阪で父屋探すのむずい4にちょっとあったけどザクロとか食べてみたい広島はたぶどこにでもありますお母の握手会気になるいけよって話ですよねいやあのー、全然気になったら遊びに来てみてください表情豊かで可愛いね表情は表情遊びとかよくしてますおいで夏の業界さんが好きです 私も好きです。あれも好き。チーズケーキがずっと出るので出ります。あのチーズケーキココハも昨日食べました。ごめんみせしてます。花蘭は,ななは今日も私が元気づけました。<laughs> 今日はいい女の日ですがココハちゃんとのトークアクシクとえ匂い しますかなんかそうなんか香水つけてはいるんですけど顔ってる自信はなかったです <laughs> お母さんみたいですよねお母さんみたいですかここが星になってからマリンさんとキミちゃんのラジオに頼るご用が増えました素敵ですカラオケの箱はは366日 週末ゆっくり休めそう休めなそう手綱頑張ります <laughs> !DJ 風になってきた DJ ココハのラジオです。公演でつい目を追っちゃいます。最高何それ最高伝えてくれてありがとう。「超フルラブ」もいいよね。口が <laughs> どんな感じで言われても話に行ってたらマくて。確かに。<laughs> ココハさん坂道の話もできるんですね。<laughs> めっちゃできます。 でも最近終えてなくて悲しみ自分がアイドルなんだって実感してます <laughs> 今日もドラマ見てたよ旦那に嘘ついてるドラマ面白そうここは,は「ライオンの隠れ家」と「J3 ーーゲーム W2」のみです臨時休業あのでも休業日じゃなくて昨日こっちゃんと行きたいお店があったんですけど朝行ったら閉まってたんですねででも、ウェブでは 開店時間になったら営業中になってたので <laughs> どうしようもできないテンポいくておもろいよかったです スでいつもドキっとしてるよあのー、自分で作れるところに行って作りましたホワイトの声を聞いたら寝落ちそうですいい時間なので寝落ちもありユニ <laughs> ットガチ要素ができましたお、見るのお楽しみ 実感しいまだに感動公園でどういうお客さん見つけると嬉しかったり楽しいでもなんか見に来てくれてることがすごく嬉しいんですけどなんか笑顔で楽しそうにしてくれてるとあのめっちゃ嬉しい気持ちになります本当に大好きありがとうグーグルの情報とかそう意気込みはしませんミニストップは人生で行ったことが ありません嘘かもしれないいや嘘じゃないです数週とかいは遊びにお待ってますエルピー晩ご飯編集お待ってますカラフルポップコーンありがとう結婚してお二人です木本さんが面白い女はいい女って言ってるんですけど合ってますかわかりません <laughs> いつもんか公演いつもなんか楽しいかなって思ってる人もトーク会とか来てくれたりするとめっちゃお話ししてくれたりするからそういう人もいるよなっては思ってます今日初めてスコーン入ったおっそんな日に私が入れて嬉しいです世界近辺にはないあそうなんだ広島にないの 劇場で見てると見るのに全神経を集中して孫でもそれはここはもうかりますミニソップ行ったことないの珍しい地元に多分ないんだよね趣味と免疫の間にあったきえ7割損してるピヤンここちゃんが出てる声うん嬉しいあじルは飲んでますおめめ見てるよおありがとう ミニ,ストップミニストッパーやばいパフェが美味しいんだ自分の顔が溶けてるのが分かるハートキノコカラフルポップコーンありがとうあ質問終わった <laughs> 質問タイム終わったあおすすめコンビニはどこですかえっ、ー、とどこもおすすめ <laughs> モーニングルーティーン教えてください起きて顔洗ってあっ違う起きてトイレ行って顔洗って準備です青春グライング楽しかった青春グライング楽しいよねテンポよく行っちゃいましたお疲れありがとうございます今何分ですか肉まん コアのサイリムからありがとう。普通ですよ。五十三おありがとう。野菜が出てこないの本当に野菜出てないからです。おでんね。持ちキンチクマジで狙ってるんですけど出会えません持ちキンチク。おすすめの食べ物最近は。 最近同じもの食べてないなあ,あんまりなんかハマってるものないなあ最近ファミマのちょいでりのあのー、アヒージョはおいしいどの声投げてもお母ちゃんいそうな話言いますきのこのヤマハです 最近ハマってる食べ物ないかもさなんかよくハマってすぐ飽きてっていう生活送ってるんですけど食べ物最近ないかも驚ききのこ破戦争えでもなんか別に同じだと思ってる結構いや <laughs> 同じだと思ってて 肉うんどっちも好きじゃあいとこは赤葉白も美味しいよねお菓子食べないんですけどあんまりなんだろうねお菓子何が好きなんだろう 鍋大好きずっと食べてられるものわからないクッキービスケットなるほどね最近魚昨日お弁当で魚食べたかな広島で夜景が綺麗な場所とかあるえー、でもいっぱいあると思うけどなんかここはそんな知らないくて悲しみ 甘いよりもいやー甘いよりではそうかもスケきがパーティーちゃっちゃんです <laughs> ずっと見ていられるのはここでイエーイハッピーターンとかなんかもう何年前に食べただろうという気持ちここで特典映像みたいに面白いダジャレをお願いしますダジャレって何 もういい声してるとんいい声だと思ったことはないです。空きえー、ここはね大学通ってたんですけど前期のみ。<laughs> 空きこ駒作らなかったのでわかんないな多分日曜日の8時ごろに広島えー、いいね広島駅マジで充実してるのでおすすめでーす。 大体崩し終わったのでぶん大丈夫です。流行語投稿しちゃいました。ありがとう。基本分からん。え、えー、嘘結構全部答えたつもりだった。<laughs> 結構全部答えたつもりでした。大富豪の声、いい。学食おいしい。うーん、いいね。生捨てね。マジ生捨ていきたい。 ラジオいい声だと思う嬉しいでもラジオの時と多分声違うんだよねなんか意識はしてなかったんですけど違うらしい <laughs> 広島駅の工事は多分持ってないですカップラーメンとかはあんま食べないんです学食派ですかいやママがお弁当作ってくれてました いやーないと思うんだけどやってみたい仕事はあの声のお仕事とからしてみたいです武蔵のおにぎりおいしいですよねーカーっぽいのポストが印象的でしたそんなのあるの <laughs> サンフレ確かにサンフレのお仕事とかも来たら嬉るしい全員分したのよ声優も 広島の工事、永遠にやってます広島、マジでいいですよなんかなんか修学旅行で広島行ったんだよねとか聞くとマジ何もないでしょってなんかかわいそうな気持ちになるけど普通に旅行として行くならうんんかまあ楽しいと思います59分やばありがとうおやすみバイバーイ メールの返信も待ってます。バイバイ。おやすみ。